チャグマ2017がやってまいりました。早速弾いていきたいと思います。今回はジュエルをね、360個のジュエルを2個あるんですけど、それぞれ購入でキャラガチャ星5、1体確定、あと武器もね確定があるショップでちょっとね不正に購入してしまいました。星5確定だからね。ということで、がっつりね狙っていきたいなと思います。かわいい。狙うわね。私推しキャラがね、刹那とか好きなので、刹那、ティナあたり来てくれたらいいなと思っております。さあどうかな。男子はね、ネモかなが欲しいなと思っております。あれ止まらない。あ、来た、来ました。早速、まあ、確定なんでね、一人目はノーちゃん。ノアもね、すごい好きなんですけど、ノアのフィギュアスケート部のノアなのです。あ、フィギュアスケート部なんだ。エクセリアとかの後輩みたいな感じになるのかな。ノアのね、こうツインテフタチョンがね、すごく新鮮で可愛いです。ゆらゆらするのかな、氷の上で。星5でね、こう登場したので、アクションスキルが出てるんですけど、トリプルアクセルができるみたいですね。すごい高度なテクニックを持っているんだ。水属性がついています。水属性魔導士ということで、キャラガチャの方を今回は40連、そして武器の方を20連していきたいと思います。ということで、キャラガチャ20連目、できるだけキャラをね揃えたいなというところで、ティナ、刹那、ネモがね来てくれたら、私的にはちょっとキャラ的には当たり、強さは誰が強いのかわからないので、できるだけでもやっぱね使いたい。さあ、コンプした人とかもいるのかな。コンプをねするまでのね引き数ではないですけど、それだけいっぱい。お、来た、雪村来ました。美術部なんだ。はい、来ました。順調に1回に1人ずつ来てますね。君も女子男子美術部に入らないか。いいですね、メガネすごい燃えます。メガネ燃え、これはね素晴らしい。水の双剣ということで、水水とね来て、でしかもボーナスシートの最後が星5確定なんだね。あんなに弾けないけど、あだけね10回弾けると星5も確定みたいですね。さあ金、さあ3体3体1人来ちゃった。よろしくお願いしますね。わー、一体はちょっとスターで、スターじゃない、スターはやだな。星45でチャグマでお願いします。よろしくお願いします。どうだ、まだ来てないぞ。あと2体いる、あと2体あるよ。キーマックだね、キーマックだ。あと2体、あれ全然数えるの間違ってた。あと2体じゃ全然なかった、終わってました。そっか、じゃあラスト1回行きたいと思います。ここでもう1体欲しい、お願いします。陸上部陸上部だったので、すごいね、陸上部がね来てくれるといいなと思っています。部活が一緒って嬉しいよね。また3体か、どうかな。俺に関わると、さあ最強に近づいた。君じゃない君じゃないんだ。チャグマ、チャグマ、チャグマの新キャラを、止まれ止まれ止まれあれあーわー、2回も爆死してしまいました。1回星5確定だしね、ちょっと引き的には微妙まあでも2体来てくれましたね。そして
武器ガチャの方に行きたいと思います。こちらも星5の武器が2個確定ということで、では何が来てくれるか。モチーフだと一番ね使いやすいので、ノアのモチーフ杖とか来てくれたら嬉しいな。どうだどうだ、うん、いつも5連だからね、うん、長いね。あ、来た、あ、来た、2個来ました。これはローゼンアルムバント拳ですね。クリスマス、手作りクリスマス、クリスマス武器、通常、ん HP70% 以上で通常攻撃のダメージ、アクションスキル強化と炎属性ダメージ、そして雷属性感電付き槍、シンクシストロスが来ました。割と汎用できそうな内容になっていますね。感電付き、感電レベル5、おー2体来ましたよ。で、もう1回も確定なのかな。あれ、1回で2個確定？これは確定だったのか。ちゃんと読んどかないといけなかったね。まあもう1回、もう10連チャレンジです。さあ、あ、来た、お、何だったんだあれは。ちょっとチラ見だったけど、星5来ました。もう1体、もう1体、もう1個来い。あ、あ、これはもしや新アウレリアノアのモチーフ武器が来ました。攻撃3ヒット前に通常攻撃のダメージ、アクションスキルの強化、水ダメージプラス100、あ、封印気絶無効がついてますね。ということはノアがキャラ、武器、モチーフをね揃って登場ということで、まあ、これはねノア引きが20丸でしたね。はい、ということでキャラガチャ44連、武器ガチャ20連してみました。なんか今回は武器の方が確定はあったにしても確率的にね引きが良かったのかなと思うんですが、新しい武器3つなのでちょっとね使ってみたいなと思います。みんなはどれがいけたかな。確定もねあるみたいなので、ぜひ挑戦してみてね。ではまた次回の放送もお楽しみに。バイバーイ。